彫刻の画像、ミケランジェロのダビデ像。像には、以下の通り、複数の語彙がある。物の形、姿。光が光学系を経て、再び集合してできた継承。実像と虚像がある。人や物などの形を真似して作成された、絵画や彫刻、衣装など。思い描いた姿、ありさま。数学において、写像によって写された先。地域の類語。 本稿では主に、上記の3について記載し、4についても記載する。様々な意味での区別、分類によって、像は言い分けられ、使い分けられる。関連的な像の霊関連としての、人物像、理想像、人物の理想像、未来像、政治的英雄像、性別、身分、職業、蘇生などに基づく、 像、性的対象の像、他物理的性質に着眼した分類平面像、立体像、実像としての映像、光による影の像、光の反射面に映る像、心象としての像、映像素材、技法に着眼した分類偶像、土の像、砂の像、石像、金属製の像、陶磁器像、素像、木像、草、草 バラ、ツルなどの植物体を使って作った像、紙の像など植物繊維の加工物を使って作った像、布製の像、骨の像、角の像、牙の像、ワックス蝶像、雪像、氷像、合成樹脂の像、状態が表す像、光による影の像、他彫像、中像,像,像、他主題、糸に着眼した分類人物像、彫像、牙像、 心臓、仏像、悪気像、悪魔像、伝説上の生物の像、神話像、空話像など、動物形承の像、自然物、日常的事物の像、サブカルチャーの像、サブカルチャーのキャラクター像、範囲を表す像、他身体の部位に着眼した、分類全身像、主像、頭像、顔の像、胸像、ドル像、性器の像、他姿勢、 状態に着眼した分類率像、左像、キッ像、ラ像と着位像、巨像、小像、他ここに示す像は全て空像である。5点とも二次元的な画像である。え、ありがとうございます。